なんでかなと思ったら、前のそのなんだっけ5000シリーズ、うん、あれと同じぐらいの企画じゃないかって、うん、誰が言ってた？え、あの詳しいやつ、え、ソニーの、うん、そう、死んだ。これね、今ね、これ来んの？いや、あの、多分コンティエンスだから来てるはず、わかんない。今ね、あのピクチャープロファイル入れてっから、うん、ちょっとね、ここ眠いんですよ、見た目が。まあでもこんなもんちゃう、うん、手ブレ補正聞いてるでしょ、うん、手ブレ補正割りと聞いてる、聞いてる、めっちゃ聞いてるじゃん、うん、だからこれでお手軽動画うん、いやだからこいつも、うん、あのそのいい、うん、なんだっけクリスタル水晶か、うん、であのプロ仕様と同じ、うん、あの 秒単位何フレーム取るってやつの水晶がしっかりしてたら、うん、使えるなと思ったんだけど、うん、でもそんなのもう後で適当に合わせりゃいいじゃん。それがめんどくせえんだよこうやってパチパチパチってやってピャーンってやった時にさ、うん、合わないんだよ。それでこれ 4K 一応ついてるけど、今ね 4K じゃなくてフル HD で撮ってるんですよ。じゃあ 60p か 60p で、いやっていうか 4K いらないっしょ、うん、今度の新しいレッドのさ、うん、一番いいやつ、うん、DCS3 になったんだけど、うん、DCMC3 か なんだか忘れたんだけど 8K でさ、うん、あの 35mm よりもフルサイズよりも二回り大きいやつで、なんと値段が250万、うん、半額になってるやんけみたいな、うん、まあね、うん、でもグローバルシャッターじゃない、残念ながら、うん、でも解像度は、なんだっけな、記録スピードは今までの2倍、うん、っていうことはローリングシャッターの低減率が2分の1になるから、うん、あ、違う、8K で 120p、 化け物なんですか8K で 120p、 いや 4K だったらいくら取れるんだろうって計算してあの、うん、見てたら、うん、600p だったよ、うんうん、そんなにいるか、いや、どうかどうかないる人はいるんじゃない。だから超スローそのまんま使えるってことやな、 4K で。そうね、使えるね。4倍、4倍スロー、え、400p だよ。あ、そっか、12倍だろ。12倍、ああ、うん、グレーがいいよ。ん？これナチュラルグレーでグレーとか簡単だよ。いや、まあグレーね、うん、なくたってできるから大丈夫。デーで撮ってるもん、どっちでしょ。これ今ボケモードです。ボケてる、ボケてる。いや、あの後ろボケてる。あ、本当だ、さっきより全然ボケてんじゃん。だから開放で撮れて、ポケモード、くっきりモードじゃなくてポケモード。これでも遠くから来てんのかな。来てんじゃない。あ、目に来た、来てる。左目だぞ。いや、これ今右目左目がね、オートにしてるからねオートにしてるかどっちか分かんない、うん、まあ、いいじゃん。飛んだりしたよ、つんの。あ、これフォーカスね、今あのゆっくり動かすようにしてる。うん、このぐらいだったらついてくるな。だからなんか早く合っちゃうのってかっこ悪いじゃん、まあ、うん、ゆっくりゆっくりにしてる。マニュアルっぽく、うん、じゃあ帰ろ。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってシール貼ります。かっこよくして、楽しみにしてるわ、それがアップされるどっちから帰ろうかな。どっちから帰ったら楽？こっちから登んなきゃ。こっち、いや、こっちでいいですよ。こっちで左曲がって、うん、こう行くでしょ。すぐところ左曲がるんですよ、うん、そして坂を降りてる途中まっすぐ行きたいみたいだけど右曲がるの、うん、そしたらすっごい坂があるから、はいはい、すっごい坂がある。あ、でもこっちの方がいい。こっちの方がいいって絶対。でもあそこ途中まで登りじゃん。そこはね、でも大したことないもん、そこは。では、はい、ありがとうございます。
明日終わったら電話するわ。はい。